どうも、霊夢です。どうもマリサだぜ。ということで今回はイベント、カナリアは急遽に歌うを振り返っていくわよ。今回もイベントお疲れ様だぜ。今回は期待集まるねねちゃんバナーでの箱イベ。バナーだけでも前回の司くん並みの真剣度が伝わってきたわね。ねねがどれだけ成長し、どんな活躍を見せるか楽しみだな。この動画には最新イベントのネタバレを含んでいるから、まだイベストを読んでいない方は先に読んでくれだぜ。それじゃあ今回も振り返りを頼むぞ。それではまずは前回までのあらすじをざっくりおさらいしておくわよ。前回はフェニックスワンダーランドの中でも屈指の人気を誇るステージ、フェニックスステージが30周年を迎えるということで、その記念公演にワンダショメンバーも参加することになったわね。フェニックスステージのキャストたちと合同で稽古をする中で、声優院桜子の真の実力が明らかとなったんだよな。公演で披露するのは司くんがスターを目指すきっかけとなった作品でもある、ハッピーフェニックス。ワンダショメンバーもそれぞれ役を与えられるけど、司くんは未だ役が決定していなかった準主役であるリオ役に立候補。驚異的な成長を遂げて見事オーディションでリオ役を勝ち取ることができたわね。オーディションでの司の演技力には誰もが涙を流したことだろうぜ。詳しくは前回イベの天の果てのフェニックスを読んでほしいわね。また振り返り動画も公開済みだから興味があれば概要欄からチェックしてみてくれだぜ。それじゃあ本編に入っていくわよ。今回は打って変わってねねちゃんのターン。確かねねは臆病なカナリアという役を与えられたんだよな。臆病なカナリアはその名の通り臆病な性格で人間嫌い。ただ歌がとても上手でまさにねねちゃんに適任なキャラクターね。歌に関してはあの声優院桜子からも認められているからねねの最大の長所でもあるよな。ねねちゃんも演技にはまだ不安はあるけど歌に関しては絶対的な自信を持っていたわね。しかし実際に稽古で歌と演技力を披露した結果、演技に関しては悪くないと評価していただけるも、歌に関しては今のままではダメで、この劇から浮いていると言われてしまったわ。ねねの歌がダメだって？この演出かねねの歌唱力じゃ実力不足と言いたいのか？ここで出たねねちゃんの問題点は決して技術面が劣っているという話でもないようで、今の歌い方を改善しなければそれはカナリアの歌ではなく、草薙ねねの歌になるということだったわね。なるほど、確かねねは最初の稽古では自分らしく好きなように歌っていたんだよな。特に歌唱シーンが重要となる場面ではカナリアの歌でないと、観客や主役の胸を打つことができないってわけか。前回の司とリオのように本物の役になりきるってことが求められそうだぜ。ただ司くんとの大きな違いは演技ではなく歌でなりきらないといけないというところね。確かに歌に関してはワンダショメンバーがアドバイスできることなんてほとんどないし、なんならねねが教える側に立っていた場面が多かったよな。しかもねねちゃんの場合だと自分の歌い方が正しいと思って歌い続けてきたわけだから、ここから歌い方を改善していくのはかなり至難の技と言えるわね。歌に自信を持っていたからこそこれはかなりショックが大きいだろうぜ。それからねねちゃんはカナリアにふさわしい歌を見つけるために、睡眠の時間すら削って研究に励んでいたわね。ただでさえ体力面が心配になるほどの小柄なのに無理はしてほしくないぜ。何かヒントを得るために動画サイトでいろんな人の歌い方を研究するも、その行動が正しいかどうかもねねちゃんはわからない状態だったわね。改善策が不明なほど難しい課題なんてないだろうな。せめて歌のスペシャリストが身近にいてくれたらよかったんだが。そこで声をかけてくれたのが歌姫、声優院桜子ちゃんだったわね。スペシャリストいたじゃん。ねねちゃんの中で声優院桜子に相談するという選択肢がなかったわけじゃないけど、桜子ちゃんはライバルになりうる存在だからどこかでプライドが邪魔をしていたようね。それでもねねちゃんの課題解決のために協力してくれることになるわ。声優院、いいやつすぎるぜ。登場するイベントで毎回思うが、声優院、いいやつ。桜子ちゃんから色々教えてもらう流れだったけど、今のねねちゃんにはもっと適任な先生がいるということで、その先生にコンタクトを取ってくれたわね。声優院桜子以上に適任な先生？誰のことだ？本当に久しぶりの登場になったわ。風祭り優香さん、ねねちゃんがショーをやりたいと思うようになるきっかけとなったお方ね。ここに来て風祭りさんが再登場？マーメイドに憧れてのイベントから登場したんだよな。あの時は憧れのスターに出会えてねねちゃんもウハウハだったわね。風祭りさんは今はアメリカに住んでいて世界中で活躍されているけど、この日は友人である天海誠一さんのショーを見るために日本に来ていたようね。天海さんって言ったら司が憧れるスターで、前回はワンダショメンバー全員で天海さんのステージを見に行ったんだよな。そんな二人のスターが友人同士、これまたすごい繋がりが明かされたわね。あれ？そういえば声優院桜子がねねと風祭りさんを繋げられたってことは、声優院桜子と風祭りさんの間にも交流があったってことか？風祭りさんの話によると桜子ちゃんとも過去に共演したことがあったようね。やはり実力あるものは人脈も深すぎるぜ。
話は戻って今のねねちゃんの状況を風祭りさんに相談。まずは今の実力を測るためにこの場で歌ってみることになるわね。憧れの人の前でいきなり歌を披露するなんて路上ライブとは全く違う緊張感があるだろうぜ。ねねちゃんもここで逃げたら何も得られないという思いで最後まで歌い切ってくれたわね。ここで逃げずに歌い切ることもまた一つ成長につながることだろうぜ。歌を聞いた風祭さんからは前のショーよりも確実に成長していてとても高い評価をいただけたわね。おお、スターから高評価をもらえるなんてねねも相当嬉しいはず。しかしそれを聞いたねねちゃんの目からは涙がこぼれていたわ。もちろん憧れの人から褒められるのはとても嬉しいこと。しかし今のねねちゃんには高評だけで終わっていいわけがないわね。役にふさわしい歌い方に強制する方法をこの場で見つけないといけないんだよな。そのためにねねちゃんはアドバイスが欲しいという思い、それを自分の目標と一緒に伝えたわね。どんな小さなことでもいいんです。アドバイスをもらえませんか。このまま次の公演を中途半端なものにしてしまったら、私を許せない。だからお願いします。私は世界で歌うミュージカル俳優になりたいんです。ねねがここまで真剣に頭を下げて懇願するところなんて初めて見たぜ。これを受けて風祭りさんは全てをねねちゃんに叩き込んでくれることになったわね。世界で活躍するスターの全部を、そんなの特訓後ねねは一体どうなってしまうんだ。しかし指導モードに入った風祭りさんは普段の温厚な性格とは打って変わって、口調や特訓内容もとても厳しいものになったわね。最後まで声が続かないのをまたビブラートでごまかそうとしてる。最初から最後まで同じ声量で出し切ることを意識して。前のパートの疲労が残ってる。苦しそうに歌うカナリアなんて誰が見たいと思う。肺活量鍛えるトレーニング、今日からは家で50セットね。初登場から今回のネネとの再会でもまさかこんな厳しい人だと思わなかったぜ。そんな厳しい人でも、今のネネちゃんは歌唱と演技が完全に分断されているという、現状の課題点をわかりやすく教えてくれたわね。確かに歌とセリフが自然に繋がってないと聞く人によっては違和感がすごいだろうしな。ネネのように歌は自分らしく歌うことを得意としている場合はその違和感が顕著に出るんだろうぜ。難しい課題ではあるけどコツをつかめばそこまで大きい問題でもないそうよ。そして風祭りさんとの厳しい特訓を乗り越えて、ついに迎えた30周年記念公演の当日、観客席には風祭りさんだけでなく、なんとあの天海さんの姿も見られたわね。そんなの司も大興奮案件じゃねえか。司くんだけでなくキャスト全員に緊張感が走っていたけど、ストーリーを読んでる側からしたらねねちゃんの成長っぷりが楽しみすぎたわね。大きな成長を遂げたキャラクターの歌唱パート、これはビビバスイベでの小羽のようにストーリー上で歌が流れる演出に期待したいが、残念ながら歌が流れるという演出はなかったわね。そしてこの公演でのねねちゃんの歌唱パートは2回、1度目は少年リオとの初対面時、稽古の時はこの歌が浮いていると言われてしまったんだよな。しかし本番では低いトーンで歌うことによって歌唱後の演技パートに自然と繋がったようね。風祭りさんとの特訓の成果で単に草薙ねねではなく本物のカナリアのように歌えるようになったんだな。そして2度目はさらに重要となるクライマックスシーン、少年リオが母親を救うためにフェニックスの心臓を取ろうとするけど、それを臆病なカナリアが止めに入る瞬間ね。声優院桜子と司の完璧すぎる演技に割って入る形になるから高い技術が求められるな。臆病な性格なこともあってなかなか言葉を言い出せないカナリアだけど、ここでのセリフはねねちゃんが風祭りさんに頭を下げた時のセリフと重なる部分があったわね。止めなくちゃ、止めなくちゃ、私を許せなくなる。このまま次の公演を中途半端なものにしてしまったら、私を許せない。歌だけでなく演技もカナリア本人になったかのようだぜ。言葉で無理なら歌で伝えることを選んだカナリア、これが2度目の歌唱パートになるわね。ストーリー上では歌は流れなかったけど、この歌を聞いた風祭りさんは限界を超えた成長っぷりに怖いと表現したわね。大スターにそこまで感じさせてしまうなんてねねの成長度も凄まじいものだな。その後は感動的な BGM とともにダブル主役の演技の時間、この時の BGM 司のオーディションの時にも流れていたな。この曲が流れるだけで涙腺が崩されそうになったぜ。この完璧すぎる公演シーンは全ユーザーにも読んでほしいわね。
そして公演も無事成功に終わり後日談。後日談って今後のストーリーに関わる意味深なセリフが残されがちだから最後まで見逃せないぜ。ねねちゃんは今回の合同公演を通してもっといろんな場所でお芝居をしたいと感じて、司くんのようにワークショップにも積極的に参加する意思を見せたわね。夢を叶えるためにこれまで以上に行動していくんだな。だがメンバーが夢に近づけばその分ワンダ所の解散も近づくってのは前から言われているよな。M ちゃんも、ルイくんからの二人についていこうと思わないか？という問いには、思わないと即答していたわね。M はみんなの夢を応援すると決めたんだもんな。悲しむ表情を一切見せずに笑顔で即答する姿に意志の固さが伝わってくるぜ。ただルイくんはまたしても何かを目論んでいるセリフを残したわね。これは、僕のエゴだ。けれど、もし、願うことが許されるのなら、話をしてみよう。彼らに、僕たちワンダーランズショータイムが、一番いい道を歩めるように。ということで今回の振り返りはここまで。相変わらずルイのセリフには色々考えさせられそうだぜ。最後の彼らにってのは、きっと M のお兄さんのことを言ってるんだろうな。ワンダ所が一番いい道を歩むために何を話すのか？次回のルイくんバナーで明らかになりそうね。ルイの行動には今後注目していきたいが、やはり今回一番の主役はネネだったな。難関の課題を風祭りさんとの特訓と共に乗り越えることで、主役の声優院桜こと司の後押しをした演技は素晴らしかったぜ。皆さんは今回のイベストどこが印象に残りましたか？ぜひ感想をコメント欄で教えてください。この動画が良いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴、ありがとうございました。